ろろろろろろろ。ふん、皆さん、こんばんは。最近石賭場を探し求めて馬娘を始めた男、全獣です。前回は私の決死のおとぎ作戦で難儀を攻略、脱獄囚長運の短期がけを素手で受け止める私、無線でノリノリの曹操、次に南蛮の力を借りて雲南を制圧、孔子から雲南という地獄のルートを渡り歩くことに成功しました。というかこの後雲南から展開できるんですかねこれ、まあ私には関係ない話だからいいか、ということで前回の続きからどうぞ。私には関係ないってそれフラグで言ってるのかしら。今からあんな遠いところ行きたくないです。こっちは毎回南紀と雲南までの画面スクロールで大変な思いしているというのに。それはお前がそんなところ無理に攻めるからだろ。とにかく雲南はしばらく内政に努めるとして北平攻略の準備を進めていくわ。頼むぜ。よろしく。どうも来たー。これはでかいな。ほんと、監守様様よ。私の助言のおかげでもありますよ。はい、あんたの助言が外れまくってるせいで攻略がどれだけ遅れてると思ってるのよ。現に今東洋失敗しまくってるしな。まあこれで張飛軍の主力メンバーはだいぶそぐことに成功したわ。あと残ってる要注意武将は張飛と張雲ぐらいか。張雲はまた全獣に任せようかしら。短期がけを素手で受け止めてくれるらしいし、余計なこと言ったばかりに。はい、今から北平攻略の作戦会議を行うわ。ここを落とせば東の城兵が完全に孤立するな。そういう意味でもこの戦いは特に重要になってくるわ。で、どのように攻めるんだ。まず確認しておきたいのは北平の周りの船。これらの符をどうやって取っていくかだな。今回は陸部隊と水上部隊の2部隊に分けて進軍するわ。まず陸部隊はこのように進軍、水上部隊は港を経由し北東の符まで目指すわ。北西の符は取らないのか。そこはあえて取らないわ。なぜならそこはウガン様が取る場所だからよ。まあ民族に媚びてる。いつものゴリ押しはどうした。ゴリ押しなんてもう時代遅れなのよマリサ君。今は金の力でゴリ押しこそ正義なのよ。まるで成長していない。そして前回の雲南の時同様、ウガンが撤退するまで待つわ。前回の見た限りだと出してくれる兵数は6万ぐらいだな。前回みたいにそのまま落としてくれるのがベストなんだけどね。ということで作戦会議は以上、解散。そして出陣メンバーはこんな感じ。陸部隊はイケメンブサメン放火魔可燃物で、もっとマシな呼び方はないのかよ。大体わかるでしょ。初見に厳しい動画かよ。そして水上部隊はケンパパ親子と東高東春兄弟の5のメンバーで行くわ。私も5のメンバーなんですが。そうだったかしら。てっきりよく燃えるから東高もらい損ねた南蛮かと思ってたわ。ひどい。東高ですか。ぜひ我が軍にも採用してもらいたいですね。検討しておくわ。そんなシステムねえよ。腕が鳴る。陸部隊には追加で応援部隊も呼んでおいたわ。応援しに参りましたわお父様。お前は応援持ってないだろ。しかもどさくさ紛れて他より兵を多めに連れてきてるし。その分3倍応援できますわ。なぜ連れてきたんだよ。だって今回前奏いないし前家とゆかりのある人物連れて行きたかったから。だからって戦えないの連れて行きなよ。全獣いつも出しといて今更それ言う。確かに納得しないで。そしてこのタイミングで異民族への攻撃要請イベントを発動。もちろん前回みたいに山吹色のお菓子はケチったわ。いちごやお菓子もあるよな。こいつもノリノリだった。さて、このウガンがどれだけ頑張ってくれるか。ウガンが城に張り付いてる間に符を奪っていくわ。なんか左から調子が来てないか。まずいわね。このままじゃ応援部隊が一瞬でやられてしまうわ。しかも次のターン長運が尊賢たちを狙ってきたぞ。なんでウガンじゃなくこっちばかり兵をよこしてるのよあいつら。しかも相当な数だし、この全然取れてないぞ。ここはなんとかして耐えてもらうしかないわね。しかし東高東春は工場部隊だしかなり厳しいな。張飛の方も心配だし困ったわね。特に張雲が危険すぎるな。あの時脱走されたのが本徳やまれるわ。そしてここで本作の本戦闘発動。私がいれば3000系あったのに。その前に張雲にやられるでしょ。そして全獣君、後ろの張飛なんとかしてね。やだー、助けて全獣さん。やるぞー。よろすぎんだろ。私の妻のために身を張ってくれるなんて感動いたしました。援護します。あ、それは結構です。まさに前門の張飛後門の陸村ね。後門味方なんだが。そして水上部隊は孫策が壊滅し孫権が捕まっちまったぞ。それでも福利は撃退してくれたしよくやったわ。残りの部隊には一旦退却命令を送って張雲たちを下げさせるわ。そして張飛の方は平坦切りできたな。イケメンがかなり削られてしまったのが痛いわね。カシモを撃破しました。次は張飛よ。おお。張雲はウガンの方に向かったな。なので水上部隊をもう一度上陸させたわ。そして徴兵からも援軍が来てるな。東高兄弟は工場陣形なので一旦水上陣形に移行させるわ。再出撃の孫
本作と群衆も向かってるし大丈夫そうかな。あとは超運がさっさとやられてくれればいいのだけれど、ウガンがどこまで粘ってくれるかだな。よし、撃破したぞー。撃破したの大指示なんだよな。虚偽報告する軍師って最低ね。もう軍師外せばいいのに。そして孫作には趙雲が取った北の符を奪い返しに行ってもらうわ。めっちゃ暴れてるし少しでも弱体化させないとな。両兵からの援軍は群衆たちで撃破したな。で趙雲孫作の方向かい出したぞ。ウガンまだ残ってるのにしつこいわね。助けて伝授さん。孫子ちゃんの真似をしても無駄だあち。馬の子か詳しいですね伝授さん。あいや別になんでもないですよー。めっちゃキョドっとるだな。そして戦路班が趙雲により壊滅。まあ差したる問題ではないわね。なぜ出したし。で、趙雲を倒すべく孫作を中心にして待ち構えるわ。さあかかってきなさい趙雲。群衆の方に向かってるな。趙雲毎日ぐるぐるおまわりさんかな。てかあいつがいつまで無視してんのよ。城落ちても知らないわよ。わざわざ相手の心配までしなくても。でもちろん趙雲相手なんて怖くてやってられんので逃げるわよ。それでもまだ追いかけてきてるぞ。もう趙雲は放っておいてウガンの様子を見ておくことにするわ。ウガンか北兵、どっちが先に落ちるかだな。どちらにしろ我が軍は待たないといけないけどね。というか趙雲戻ってきたらややこしいから早く壊滅してくださいウガン様。わがままなやつだな。そして趙雲は相変わらずぐるぐる。しかし結局最後まで生き残ってるのはさすがだな。彼一人にどれだけ振り回されたことかしら。そしてウガンがようやく壊滅したな。ようやくこの戦いも終わるわね。水上部隊を先行させすぎたのはまずかったな。ウガンを早めに出させたから大丈夫だと思ったのに。そして趙雲はこちらの兵端を切りに行ってたみたいだな。まあこのターンで切られるのは向こうの方なんだけどね。ということで北兵陥落っと。さて兵端切れた趙雲の処理お願いね伝授。あいつ兵端切れても動くから無理。なんか嫌な言い方だな。そして捕虜は、武漢は平原と南皮でだいぶ捕まえたから危険人物はいないわね。相当弱体化できたってことだな。そうね、ということで次の攻略先に向けて準備を進めていくわ。数ターン後、早速城兵へ進軍を開始するわ。もう城兵の兵は1万も満たないしな。広報都市だったからね。なので配属されてる武将も文官ばっかりだから適当に数で押して攻めていくわ。ということで落とすところまでカットするわ。だけど全獣と陸村は連れていくのか。そりゃ取れだ。絆ゲージ上げたいしね。どこのゲームの話だよ。伝令、城秘を名手として三元村連合セカンドが組まれたようです。また組んできたのね。懲りない奴らだわ。前回は結局城秘しか攻めてこなかったし今回も何でもないんじゃないのか。まあそうね、金東ともまだ同盟を結んでいるした勢力のことなんてどうでもいいわ。最近ウガンの領内で伝授様を捕まえて巻き代わりにする計画が立てられているそうですよ。へ。なんだと、ウガンめ、許さん。どう見ても敵の契約に決まってるでしょ。もうウガンに宣戦布告の使者送っちゃいましたけど。一瞬で関係が敵地になっちまったと。こんな見え見えの契約に引っかかるなんて情けないわ。伝令、ウガンが我が軍の北西に向けて進軍するようです。どうしたのかよ。こうなったらあの噂を信じて伝授を献上するしか。火に油を注いでどうする。とにかく、異民族とは正面からぶつかりたくないから城に張り付かせて対処するわ。1ターン飛ばしてその次のターン、城兵は敵も出てくることなくあっさり攻略。ウガンにはこのように城に張り付かせてから弾攻で処理したわ。一応処理は簡単なんだな。やけど時の内政はめちゃくちゃだし、この後地獄の土下座外交が始まるのよ。敵地からの関係改善だからな。まったく、軍師様のせいでとんでもない目にあったわ。あんな噂誰が信じるんだよってな。次こそはよく燃えると噂の巻を奪ってやるからな。ということで今回はここまで。今回は北兵と城兵の2都市を落としたな。今回ので趙飛軍の戦力をかなり削ることに成功したわ。次回あたりで趙飛軍とは決着がつきそうか。外周だけを奪っていくから行は残っちゃうけどね。河北編は次回で終わるとして雲南の方はどうなんだ。雲南、そんなのあったかしらねー。おい。いやー、あそこは勝ってはいたけど内政が全然進まないのよね。一応商人を利用して金と兵糧を蓄えてるからもう少しお待ちを。あそこから展開できる日はいつ来るのやら。それでこれからの進み方なんだけど、信用を落としたあたりからは結構飛ばし気味になるかもしれないわ。まあこのシリーズも結構長引いてるしな。そうね、まあ外周制圧まではちゃんとやるけどね。というわけでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、フォロー、高評価をしてくれると嬉しいです。あとツイッターもやっているのでよければそちらもどうぞ。それじゃ、またねー。